今年の個人的な目標は、B2 で最高の選手になることです。それは得点、アシスト、アベレージなどにこだわって、シーズンが終わる頃には、MVP が取れるようなそれぐらい成長することが、自分の目標です。去年悔しい思いをしたメンバーも、いますし、そこに新たな戦力も加わって、オフシーズンは早い段階から、きつい練習を、過ごしてきたんで、今年みんなはかける思いは並々ならぬものだと思います。そういった姿を、ファンの皆様に、見てもらうために、今シーズン、開幕から連勝して、いい波に乗れるように頑張っていくんで、今年もたくさん会場に来て応援してください。よろしくお願いします。